はい、レオンチャンネルです。本日紹介するのはこちら、ガチャポン妖怪ウォッチスイング02です。はい、これは1回200円の妖怪ウォッチマスコットのスイングですね。01もレビューしたんですけど、そこそこサイズもあってなかなか可愛いスイングでした。今回は全5種類で QB、ブシニャン、ゴルニャン、コマジロー、ジミーです。ただこれも人気商品で完売ばっかりでしたから、今回は Amazon で5種類セットを買いました。ということで5種類一気にレビューします。まずグリーンのカプセルから開けましょう。ダブル心配がないのはいいですね。はい、ということで1個目はジミーですね。はい、こんな感じ。なんかサイズが前にレビューした01より明らかに大きいですね。スイング用のチェーンがついてて、くるっと回せば取り外すこともできます。ジバニャンの後ろに置けば、いいよいいよ気にしなくていいよが再現できますね。では次は青いやつ、これは何でしょうか。おー、ゴルニャンですね。はい、取り出すとこんな感じ。あ、これは01のジバニャンと同じサイズですね。ゴールデンなロボニャンですね。もちろん稼働はしませんから、ポーズはこのままです。次はイエロー、キュービとか、そのあたりでしょうか。ん?ブシニャンですね。これはかっこいいっぽいですよ。はい、出ました、ブシニャン。すごい、ちゃんと作ってありますね。兜も別パーツになってますし、鎧の色分けも細かい。刀もちゃんと塗ってありますね。はい、このようになってます。なんかやっぱり02は、前のやつより出来が良くなってますね。ブシニャンも好きなんですけど、立体商品が全然ないので、これは嬉しいですね。かっこよくて可愛い。次は赤色。今度こそ、キュービでしょうか。よっと。あー、キュービ。ちょっと他の妖怪とは違いますね。おー。はい、全体はこんな感じ。顔は小さいんですけど、色分け細かいですね。高さは、さっきのジミーと同じくらいで、スケールはだいぶ違いますね。では最後はグリーン。あと出てないのは KJ ですね。コマジロー。はい、出すと、こんな感じ。コマジロー、かわいいですよね。お兄さんのコマさんと比べると、こうなります。サイズも、造形も同じで、色が違うだけですね。DJ コマジローの KJ が好きだったんですけど、テレビだと終わっちゃいましたね。はい、全身は、こんな感じですね。うん、かわいい。全5種類を並べるとこうなります。ジミー、コマジロー、キュービは単体で自立しますね。それと前にレビューした妖怪ガシャコロシリーズを並べるとこうなります。一応2倍ぐらいのサイズはありますね。200円でこのサイズだったら十分ですね。ということで、ガシャポン妖怪ウォッチ妖怪スイング02を紹介しました。01も可愛かったんですけど、02はちょっと大きめのジミーとかキュービがラインナップされてて面白かったですね。個人的にはブシニャンとコマジローが気に入りました。以上、ガシャポン妖怪ウォッチ妖怪スイング02の紹介でした。はい、チャンネル登録をすると最新の動画が見やすくなります。パソコンでご覧の方は画面のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットでご覧の方は動画説明欄か画面の下のチャンネル登録ボタンからよろしくお願いします。